みんなビンゴの結果どうやった？アイス、どうもよろしくお願いします。どうでした皆さん唐突ですけども、まあ、やっぱりねビンゴ今回結構長かったからね、結構期間も長くて毎日3人かな、タイプ1色ごとに3人ずつ更新されて結構楽しみにしてたんですけれども、皆さんはどうでしたか？今のうちコメント欄で何ビンゴ、何ビンゴ書いてください。何ビンゴ、何ボリーチみたいな書いてください。僕はね、これが、9とかな、9、あ、そうそう、この前、その前にそう、確認してない方は、ここに書いてますけども、5月23日までに、この画面に飛んでないと、ジュエルとかがもらえないので、ぜひぜひね、確認していない方とかもね、この動画見て、このビンゴのことについて気づいた方は、ぜひログインだけでもして、この画面に飛ぶだけでもね、いいと思います。あ、これ、ログインしないと誰だったっけ？シートを設定しなかったら無理だったっけ？わからないですけど、シート設定した方でもね、確認してください。で、キュートはこんな感じです。ビンゴ0で、リーチが1、1、2、2リーチぐらいか？ 2 リーチぐらいだね、僕ね。まあまあまあ、3リーチか。3リーチぐらいだね。かなことか、その辺かな。まあ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 って感じかな。はい。そして、もう先クール行こうか。クールが2ビンゴ行きました。すごいね、これ。左の2列が綺麗に埋まりました。で、リーチに関しても、シューコのところも、シューコのところが当たればダブルビンゴとかなる感じですし、結構ね、結構、ほぼリーチですね。っていうか、ほぼリーチの感じですね。これ見たら。すごくない？これすごくない？ほぼリーチやん。この川島さんからのこの3人は全員どこもリーチやし、で、シュウコのとこもリーチやし、ほんで、社長、司さんのところもリーチやから、イブさんのとこ以外全部リーチかな。すげえな、これ。これ、こっからどこめくれてもビンゴになるやんっていう感じですね。すごいね、これ。結構ここはいい当たりでしたね。で、パッション。ファッションがなかなかかな、これ16マス、15マス。あんま変わらないか。同じような感じなのかな。ファッションが16マス。で、ミリアとかかな。まあ、ここも結構リーチ多いね。なんか、キュートが一番少なかったかな。キュート結構ばらつきがあったんで、そのファッションも結構惜しいって惜しいよね。まあ、アイリーは特に関係ないですね。てか、アイリーまだか。アイリー選ばれないね。その、前回のね、時もなかったですね。で、今回もアイリー選ばれなかったのでね、なかなかね、アイリー来ないですね。まあまあまあ、とりあえずは、私は、2ビンゴですね。2ビンゴの、555個で、なので、かける2のね、まあ、1000個ちょっとですね。1000、なんぼですか？わかんない。1000個ちょっとでございます。で、開いたマス的には18、15、16が結構開いたね。だから、マニーはえげつないほど増えました。はい。マニーはえげつないほど増えて、で、ビンゴは2ビンゴでした。どうでしたか皆さんは。まあ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 じゃないですか。まあまあ悪くないんじゃないですかね。僕は全然いい方じゃないですか。2ビンゴ出れば、前回1とかやったかな、1ビンゴやったような気がするので、そういう意味では今回2ビンゴなんでね、結構良かったんじゃないかなと。まあせっかくなら3、4ビンゴぐらいあればね、まあよくを言えば5ビンゴで午後25なんで2500個なんでね、10連1回分ぐらいね、くれるので、まあ、よく言えば5ビンゴぐらい欲しかったですけど、でも結構惜しいよね。意外と惜しいっていう。意外となんかもうちょっとなの、あともう一回、なんかもう一回チャンスがあれば、一気にガンガンガンっていきそうな気がするんですけどね。まあ、気がするだけなんですけど。まあ結構楽しくできたんじゃないかなと思いますね。まあこういうねのはね、まあ、定期的にやってほしいよね。まあ、前回ね、そのライブでのって感じだったんですけども、今回はまあライブ抜きで毎日更新って感じだったので、まあ正月とかね、カウントダウンの時とかね、結構いいんじゃないですかね。まあ、正月までに、だから逆にカウントダウンで、毎回カウントダウンしてるじゃないですか。だからカウントダウンところでやるとか、そういうのも結構面白いんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ、運営さん、またよろしくお願いします。っていう感じで、本日の動画、これで終わりたいと思います。皆さんのビンゴの結果、コメント欄で教えてね。